奥平正幸は、江戸時代後期の大名。武善国中津藩九代藩主。藩位は、十五位下、三作守。中津藩奥平家十三代。伯爵伊予国和島藩主。伊達宗成の四、男として誕生。文久三年五月、奥平正元の養子となる。慶応四年五月、正元の隠居により、家督を相続する。明治二年。 明治維新の精神に従い、斬新的な反省改革に取り組んだ。特に人材登用などでは、選挙法を取るなど、価格に基づく世襲法を打破した新しい方法を取り入れた。同年、反赤法官により、中津藩知事となり、明治4年の廃藩知見を、維新の功により、焦点六に占領を受けて、白爵となる。その後、江戸に登場して、慶応義塾に入学した。 元藩主であった福沢諭吉尾小畑徳次郎にアメリカ留学を勧められ、ニュージャージー州ニューブランズウィック地区に留学する。明治5年2月20日の福沢栄之助宛福沢書館には、昨日、アメリカより、手紙さん、殿様も、仁さんも無事、ソルレーキと猿どころまで参考よしとある。この書館に出てくる殿様が、ま幸ゆで、 仁さんは留学の随行者の小畑仁三郎である。帰国後、東京府会議員となり、翌年東京府市区長に就任する。また福沢、は、小畑の勧めにより、藩校、新治官の後進校、中津市学校を設立し、教員を、慶応義塾の中津藩出身者から派遣するなど、旧中津藩に優れた足跡を残した。しかし、米国留学時にかかった病がもとで、 明治17年30歳で死去した。ありがとうございます。